佐藤智則は、岐阜県地方競馬組合、井上高彦厩社に所属していた元騎手。勝負服の柄は、同期、緑一本輪、袖緑、木一本輪を使用。岐阜県出身。身長163センチメートル、体重51キログラム、血液型 AB 型。好きな戦法は、高位座詞。地方競馬教養センター騎手家庭第71期生。 2000年3月31日付で地方競馬騎士免許を取得。同年4月3日に笠松競馬場で行われた第7競争が騎手デビュー戦となり、初騎乗馬は7番人気のルイボスオークで結果は8着だった。7月4日、笠松競馬第7競争でジーナに騎乗し25戦目で初勝利を挙げた。同年12月9日に 阪神競馬場で行われたシリウスステークスでラッシュスルーに起乗したのが中央競馬初起乗及び中央競馬の重賞初起乗となったが結果は16番人気で10着だった2006年3月8日に行われたマーチカップを剣豪山に起乗して制し重賞初勝利を挙げた2008年4月19日に 阪神競馬場で行われた第6競争を16番人気のクイックリープに起乗して制し、中央競馬27戦目で初勝利を挙げた。ナオコの競争の配当は、単勝が JRA 歴代5位となる47,360円、同馬の副賞は JRA 歴代4位となる9,990円を記録して話題となった。2015年10月30日、 笠松競馬第9競争をグランデュローサで制し、地方競馬通算戦勝を達成した。2020年8月1日、機種免許を更新せず、引退となった。引退に先立つ6月23日、岐阜県警が笠松競馬の関係者4人が馬券を買ったとして、競馬法違反の疑いで、事情聴取、並びに、旧車や関係者の自宅などを家宅捜索しており、 共同通信や産経新聞などは、免許を交付されず引退した人物が、馬券購入に関わった容疑で捜査中の調教師と、機種の4人であるという趣旨の報道をしている。2021年4月21日、機種時代に、賄賂の供与、勝馬投票券の購入を行ったとして、岐阜県地方競馬組合から、岐阜県地方競馬組合地方、 競馬実施条例施行規則第67条に基づく競馬関与禁止処分を受けた。これは無期限で競馬場への出入りなどを禁止する処分である。ありがとうございます。